で4人、赤石さんと森田君と小野さんと大西、もう商談時代近い人は特にやめてくれ。あとは先生方がちょっと見てください。じゃあ赤石さんと森田さんが最初で、1、2、3、4、5。Ah!
皆さん受かりましたか、みんな。え、受かった人いますか。誰がいる。まっちゃん、五人で受かった人いる。これ今全部ダメだな。な、何がダメかってさ。相手の動きに自分の動きをさ入れてないんですよ、全部。それで来ればさ、また行く、来れば行くって、それは来るのはさ瞬間的に行ってさ打てばいいんだけどさ、そういう動きじゃないんですよ、だからさ、こう行けばさ、うっってことで止まっちゃうんだよ、みんな。でこっから何かしようとする。もう5人ともそうなんだね。それだから遅れたり、たまたまちょっと行けすると当たったり、いろいろしてるだけで。これ審査はこれじゃないからね、普段の動きの稽古の動きだから、やるのは
うん、じゃあちょっと集まって、はい、俺の意見だけじゃねえからさみんなちょっと、まあ、こっちどうですか皆さん。いやいや、ここへここへ、ここへ、先生、ここへ、この辺に、この辺に来てください。あ、どう座ってください。あの、膝崩してみてください。あ、どうですか自分でやってみて。あのね、審査で見てるとね、みんな同じなんですよ。全部5人とも。やってることが。ずっとね、こうやってくるとね、じーっとしてるんですよね。人がなんか動くからなんかやろうかと思ってるんですよね。うん、それはね、あの審査員が見てないんですよ。それは人のこうやってこうやればパッと下がればいいじゃん。それを下がらないでじっとしてまた行こうとするとこんなとこまで行っちゃうじゃん。止まってるじゃん。これでもう一回で終わりだよ。反応してしないを抑えながらパッと左足をパッと引いてもさ、引いたらさ、パッと出ればいいさ。うん。それが出会いなんだよ。相手との。距離のこういう出会いなんだよ。で、これがないんだよ。これがないから相手が出てくるときにスッと行ってパーンって打てないんだよ。全然。うん。これだから、自分でこうやってると、打とう打とうとしてるから、もうすぐ分かるぞね。打とう打とうとして、こうやって打とう打とうとしてるから。うん。あの審査っていうのはさ、利合いだからみんな。打つのが当たるからじゃないんだよね。相手の動きをさ、相手の動きにさ、合わせてどうやって打つかだけだから。だから動いていいんですよ。下がってもいいんですよ。下がったらさ、来ればさ、乗ればいいんですよ。打つところはいっぱいあるんだから。ポッと下がっただけでパッと打ってもさ、呼び込みって相手を呼び込んでから打つのもできるし、いろんなことで。だからさ、動いた時に打たなきゃいけないんだけど、動かないでこうしていて自分だけ勝手に動いてめんって言ってるとね、あの5人とも、うん、あれは審査じゃない。もう必ずね、動きが入るんですね。動きが、それを審査員がじーっと見てるんですよ。その動きを、その動きで勝った方が合格するんですよ。勝った方が、ああ動きを外してパッと乗ってポッとなったらパンって打てばそれで1回で終わりするんです。うん、だからあまりにもね、審査だからってね、じっとこうやってこうやってて打とう打とうってこうやってるからね、うん、そうじゃない。だからね、あのほらこの間行った時、木村君が受かった時に一緒に俺の教え子が沼城出たのが、もうやっぱり還暦で60歳で初めて受けたの、女の人ね、7段も。どういう剣道したかってね、同じ60代で一番だったんだよ。3コートの一番だったんだな。どういう剣道したかって。じーっとしてないんですよ。相手の動きにパッパッとこうやってさ、スッ、フッ、フッ、そうで、フッと触ったら面ってドーって打ってさ、ほいで、シュッと触ると、ポッと息が出てくるから面って乗ったりさ、そういう仕方してる。一回でこうやって、一回で。うん。別にかしこまってこうやってるわけじゃない。普段の稽古を間合いの中でこうやって相手のこうで相手の動きをさ、こうやりながらさ、打ってるんですよ。それはネイルって言うんですよね。それを見てるんです、審査が、審査員は。そのネイルのを見てるんですよ。うん。ちょっと今日今ね、5人はね、そういう練りはね、ほとんどゼロに近いんですね。うん。まあみんな見てるから分かるけど、ね、先生方も。たまたま当たったって、たまたま遅れたから当たったとか、ね。そういう感じなんですよ。そこはもう一番最後にね、立ち構え、位取り、それから利合いってなってくるから、その3番目まで行ってから初めて当たったか当たらないかだけだから、そこができないといくら打っても面って当たってもゼロに等しいんですよ。もうそこで、うん、そこまで完璧にできてたらかすっただけでも当たると、あの合格します。ポコッと小手でも当たったらもう絶対合格しますから。だからね、そんなにね、かしこまって自分でこうやってね、打とう打とうとしなくても、普段通りこの構えでね、相手の動きを見ながらさ、ッパッホッパパッとこうやればいいんですよ。その中で剣道した方がいいです。うん、
絶対そういったら動き負けしないから、絶対相手がこうやってるともうもっと楽になりますから、うん、もうね時間がちょっと自分でも時間の調整ができるようになればもう焦ってくるとすぐ打ち下がってこそ来ますからね、こうやって、うん、そうしたらパッと引いてやってスッと出てやればスッと来ますからドーって打てばいい、うん、そういうところはもういくらでも皆さん打てると思うんですよ。だけど今日の今日みたいなあの審査はダメです、うん、自分がこう言ってね、自分はいかなくて、自分は相手の動きをさ殺したり抑えたり外したりすればいいだけです。その中で打てばいいんです、うんうん、それができたら絶対合格しますよ、うん、まあそれができた人が大体合格しますけどね、見てると、うん、だからそれをねやっぱりこう審査行った時にあのそういう動きの人をこう見ながら自分があの自分が受ける前にそういう人がいたら必ず見てれば分かりますから、もうああの人この人は受かるなっていうのはね、だからそういう人のを見ながら、だからうちが連れて行くと木村さんもそうだけど仙台で受けたんだけど、その時にこう見ててあ分かったって、もう動き負けしないですよね。これで打ってる、これそれまではできなかったんだけど、その時はもう午前中から、午後だったんだけど午前中からずっと2階から見てて、そういう動きの人を見ろって言うんで見て、それでやったの。これは合格です。絶対行きますよ、うん、7段は特に、7段はリアイで、リアイで勝ったら絶対勝てる、もうそこだけ、うん、皆さんどうぞあの言いたいことがあったら、私はそこまでです。トミちゃんどうぞ。はい、私はあの感じたのはですね、あの立ち上がりのところの本拠地だと始まって立ち上がりのところ、ここであの職人のままでこう先に作りですよね、今感じるでしょ、バッてこう、どういう入りのか、そこを相手よりも先に作ってるっていう意識をする人がちょっと見受けられなかったかな、そこだけあの感じました。私に見た中であの小野先生と川内先生が2人ともあの2回目の立ち合いですごくなんていうかな、自然と体が動いて相手に体がぶれていったところ動きを捉えた、うん、そういうのが見えました。あのもう一息っていうですかね、はい、そういう感じました。そしたら以上です。はい、どうもご苦労でした。私が言ってたのはやっぱり今話があったね、立ち上がりからの、ね、やっぱこれは絶対必要じゃないか、ただ立ってるのが大事だ。でやっぱり立たれて足を使うことが大事だと思う。やっぱり前で詰めるっていうことが絶対必要です。でやっぱり打ってった時にやっぱり有効打つに持っていかなきゃしょうがないんだけども、これいいなと思ったのはやっぱり出頭を打ったね、田村さんの出頭、1人目だったり、やっぱり出頭を 狙っていくっていうのはやっぱり自分の気持ちが乗ってるから完璧だったわけですね。でそこのところで気持ちが負けない前に出てる。で私もそうだったんだけど、翔太ちゃんも本当に目をもうパーンと乗れたんだけども、やっぱり自分勝手に行ったらやっぱりダメだったんですよね。やっぱり池田先生も言うのはやっぱりそれはあまり良くない、自分勝手やったんです。やっぱり難しいのは攻め崩しなんていう言葉はよくないけど、なかなか難しいんだけど、やっぱり詰めて手構えしておいて、そこで相手の出てきたところを抑える、抜くっていうことも持ってる。打つ方はどうしても1対1対になったんで、打ってたらダメだっていうことも基本的には話してない。以上でございます。すいません、失礼します。私が見ててやはりいい場面いい場面があったっていうのは本当に感じました。ただ志野先生が言ったことと近いんですけど、2人をうまく使ったっていう先生がいらっしゃらなかった。1人に対しては良かったけど、あと1人に対してはもう少しかなっていうふうな形で、基本的には商談審査なんで2人を同等以上にうまく使うっていうことが大事なのかな。だから1人相手にできても2人目ができなかったり、
ていうのはやっぱり審査は難しいのかなと思いましたので、2人うまく使えればよかったかな、私はそのように感じました。あと構える時に少しあの首が前に出てる先生もいらっしゃるので、少しあの体を張って胸を少しあの広げた方が見栄えがするから、立ち構えって言った時にこうなってると立ち構えはどうしてもあの見劣りするので、そこのところ立ち上がる瞬間から気をつけていただければと思います。以上です。修先生、私の方はですね、なんていうか気づいた点、申し上げさせていただければと思います。あの、まずですね、一点、感じましたのはですね、気迫というところになります。発声でですね、充実した気勢を表すというのが一つ構えの中にあるかと思うんですけども、ここがまず、何人かいい発声された場面があったんですけども、立ち合いを通してですね、その気勢が勝るような気合い、これを意識してやってるかっていう感じだとちょっと弱いかなというふうに思いました。そこが1点。2点目はですね、田中先生も前田先生もおっしゃいましたけど、攻防、立ち合いの中に攻防、攻めと防ぐのと2つあると思うんですね。片方が攻めて片方は防ぐ、そういう場面というか立場が常にあると思います。どっちが攻めてどっちが防いでるのか、あるいはどっちが攻めたことに対して乗り返し、乗るっていうふうに田中先生も時々おっしゃいますけど、乗るんだか割って攻めていくんだか、そういうような竹刀を伴った体の動き、これが表現として弱いと思います。理合の中で体と、まあ、足と竹刀操作とが伴ってそれができているかどうかっていうと、やはり伺って自分の内場に入ったら打っているというだけの、まあ妥当っていうんですかね、そういうのがちょっと、まあ、見受けられるかなというふうに思います。もうちょっと竹刀を動かしたりですね、中心を割るとか、乗るとか、あるいは、足さばきを使って、まあ、下がるもそうですし前に出るだとか、そういうメリハリをしっかりつけて、打突に結びつける方法がいいのかなというふうに思います。それと一番初めなんですけども、私も言われたんですけども、立ち合いに入るときには前傾点ではすり足ということで前に入っています。すり足を使って、3歩の場合から立ち合いの前に入るときにすり足を意識して、歩み足にならないように注意されて、気の充実を表現されるといいと思います。以上です。じゃあ、あのあれですね、タモさん、ちょっとベンチに行く。はい。うん、ちょっとベンチに行く。ちょっと、あの、ちょっとやって、タモさん。はい。ちょっとさ、ちょっとベンチに行く、やってくれるから、この出会いのさ、あれを、あの、すごい日本になるんで、この際だから、全部それをさ、自分のさ、メインとしてさ、あの、やっつけて、あの、やっていただけたらいいんでしょう。ちょっとやってもらいますか。ちょっと見てください。はい。